出荷の日の夕方です。小屋掃除全部終わって、今抱っこちゃんを、下に下ろしたんですが、その模様がカメラのエラーで撮れてませんでした。まだ小型車の汚い中から下ろしてきたんで、抱っこちゃんがどこだかわかんないかな。とりあえず部屋にはだっこちゃんって書いたんだけれど、だっこさんはどこ。まあ早速水道の下に陣取って寝ております。他の連中が水飲んでる下にいます。はい、もうちょっとすれば綺麗になると思うんで、また生配信か何かの時に、見ていただこうと思います。カメラが熱々だ。なんでエラーだったんだ。こんなことばっかしです。近頃撮影してみた、撮れてない。撮影したら途中ほんの数分で止まってた。はい、今もどうだかよくわかんないです。今日は、だっこちゃんの部屋、ここ兄弟の部屋です。半分ずつに分けました。あと向こう側の奥に、半分だけ3部屋空いたんで、今日は8、8、9、16と9、25頭だ。ああ、いいか。じゃあ25頭出して25頭が下に降りてきたっていうことです。はい、カメラ持ってる手も今熱いです。よし、だっこちゃんの下に下ろしたその部屋、ここが、いた部屋ですけど、今何時？ 4 時半で、まだ時間があるので、明日この部屋を、ショベルで全部出しますんで、うんちをね。なのでショベルローダーが入れるように掃除します。でこうやって踏み出したうんちとかも全部戻して、硬いんだ。もうこの棚上なんかこんなにうんちが厚くついちゃってるんで、これも剥ぎ落とさないといけない。Huh.
そうしたら餌箱の掃除額が熱くなってきた。円盤の下もね、餌がこびりついてたりするんだよ。はい、これは堆肥と一緒に取ってあげます。はい、こんにちは。暑いよ。あ、逃げた。みんなどっか行っちゃった。よいしょ。はい、何分？38分。4時38分？どうしようかな。撮っちゃおうかな。それとも経理するかな。月頭なんで今日は2日なので、8月の経理もしなきゃいけないですよ。下手出すぎだね。こっちは。こっちはいいか。なんて言ってて取れてないことがね、たくさんあるんです。40分か。取っちゃうか。はい、やっぱりね、続けて堆肥も取っちゃいます。多分これ取るのは10分かかんないと思うんで、このダンプに開けます。で、ここ入るのに段差があるんで、こういう木のスロープをつけて、で、運びます。バケット汚れてます。風がうるさいかな。よThank you.
よし、はい、ちょっとで、だいたい取れて、あと取りきれなかったところをスコップで集めます。よし、草もいっちゃえ。ひぃ、はい、これで明日の夕方石灰塗って、明後日金曜日には、離乳小屋の方からまたこっちに豚を入れます。これを開けないと。だいたい1リューベ、 1.2 リューベぐらいか。へい、少しは集めるか。よし、そして今出してきたあのうんこ、板みたいに硬くなってるんで、これを少しこのバケットで崩します。このぐらいに、崩して、積んでおくと、酸素が入るんで、自分で発酵して、熱を持って発酵が始まるとまた柔らかくなるんで、はい、それを、この機械の中に入れてやります。よし、上がろうかな。5時10分、大地取れてんのかしら。はい、じゃあおしまいです。終わり。